桜井翔&東山紀之はスルーでも、テレビ各局、ジャニーしかない、報道の、大変化とは、国連問題化で、完全忖度ゼロに突入。国連人権理事会の、ビジネスと人権、作業部会のメンバーが8月4日、日本政府と企業の人権をめぐる義務や責任についての調査を終えたとして、日本記者クラブで記者会見を行ってから5日、同会見の内容が大きな波紋を広げている。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏、享年87、による所属タレントへの加害問題について、同社のタレント数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという、深く憂慮すべき疑惑が明らかになったなどと厳しく指摘。さらに、日本のメディア企業は数十年にわたり、この不祥事のもみ消しに加担したと伝えられているとメディアの責任にも言及した。3月に BBC が、ジャニー氏の闇に焦点を当てたドキュメンタリーを放映して以降、大手メディアもようやくこの問題を報じるようになりました。ただ、実はここに来て、テレビ各局の報道の仕方にも変化が生じているんです。騒動になった当初は VTR を流して終わる、というストレートニュース的な声で、事態を報じるもののキャスターなど番組出演者はコメントはしないような構成だったんです。それがここ最近はニュースを報じ、それに出演者がコメントするという構成に変わってきている。普通のニュースはそれが当たり前の取り上げ方でしたが、ジャニー氏の問題もそうなってきているということです。今までは逃げ腰で、一応、報じてますよというポーズとも言えるような扱い方だったんですが、報道においては、忖度は一切なくなってきているんです。中丸雄一&カズレーザーは堂々コメント。8月6日の、週1、日本テレビ系では、国連の会見をトップニュースとして放送。出演者のカトゥーンの中丸雄一、39、は、ジャニーズ事務所が設置した外部の調査チームがありますけども、これ実質、第三者委員会とはいえ 100% 透明性があるのかってと疑問を呈し、その部分を今回、国連が入ることで補完されたらいいなという期待はありますねとコメントしていた。同日のサンデージャポン、TBS 系に出演したメープル超合金のカズレーザー、39、は、今までのメディアの傾向として、政府に睨まれた企業との取引は減っていく。ジャニーズがそういう立場になった時にメディアはどう対応するのかとコメント。さらに、今までメディアは、忖度はしてませんという建前だった。それは間違いなく嘘だとわかっているので、今後どうするのかとメディアの姿勢にも疑問を呈し、被害を原因に事務所を離れた人もたくさんいる。そういう人たちを使わなかった現状があるとしたら、ジャニーズを辞めた人たちを普通に使う、というのが一番自然な形なんじゃないかと思うと提言したことも話題を呼んでいる。国連が本格的に動いて、ジャニーズ事務所と深い付き合いのあるテレビ局の部門、編成局なども報道局に対し、扱うのをやめてほしいとは言えない状況になってきているんです。唯一違うのはジャニーズタレントが出演している番組です。中丸さんはしっかりとコメントしましたが、ジャニーズタレントが出演している番組でのこの問題の取り扱いには各局、慎重になっています。ニュースゼロで桜井翔はコメントせず、8月6日放送のサンデーライブ、テレビ朝日系には、ジャニーズの長男坊の東山紀之、56、が出演したが、同番組で国連の会見を取り扱うことはなかった。翌、7日放送の、ニュースゼロ、日本テレビ系では、ジャニー氏の加害問題、国連の記者会見を扱ったものの、VTR 明けにすぐに CM に入って、嵐の桜井翔、41、がコメントすることはなかった。今後もジャニーズタレントが出演する報道番組、情報番組では取り扱いに苦慮することになりそうです。ただ、それ以外の番組では報道局が報じるべきだという強気の姿勢を見せている。騒動になった当初は各局、他局や他番組の報道以上に突出してはいけないというような風潮でしたが、今回の国連の一件が決め手となり、民放でもテレビ朝日以外の各局の報道局はしっかりと報じるべき、普通に取り扱うべきという方針になっていると言いますよ。ジャニー氏の闇が当たり前に報じられるようになり、問題は収束へ向かっていくことになるのだろうか。